先ほど前振りをしましたけれども、どん底の歌を歌いたいと思います。自分もですね、仕事上あの、配達業務をしてて、車に、ね、乗る機会が多いです。なので、ね、交通事故をテーマにした、曲がありました、ね、ちょっと本当にドヨンとなるかもしれませんけれども、2曲目これを選んでしまいました。償いという歌を聴いてください。月末になるとゆうちゃんは薄い給料袋の封も切らずに、必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んで行くのだった。仲間はそんな彼を見て、みんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いで嘲笑っても、ゆうちゃんはニコニコ笑うばかり。僕だけが知っているのだ、彼はここへ来る前にたった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影に、ブレーキが間に合わなかった彼はその日とても疲れてた。人殺しあんたを許さないと彼を罵った。被害者の奥さんの涙の足で、彼はひたすら大声で泣きながら、ただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった。何もかも忘れて、働いて働いて、償いきれるはずもないが、せめてもと毎月あの人に仕送りをしている。今日ゆうちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。振り上げながら彼は一通の手紙を抱きしめていた。それは事件から数えてようやく7年目に初めて、あの奥さんから初めて彼宛に届いた頼り。ありがとう、あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに、主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも償いきれるはずもない。あの人からチェンジが来たのがありがたくて、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 ありがたくて。神様って思わず僕は叫んでいた。誰が許されたと思っているのですか。来月も郵便局へ
通うはずの優しい人を許してくれてありがとう。なんて悲しいね、だってみんな優しい、それが傷つけ合って互い合って、なんだかもらい焼きのない